はいどうも、メダカッキーです。本日は改良メダカは儲かるのかといったお話です。はい、よくねテレビとかネットニュースなんか見るとですね、メダカさんがいくらいくらで売れたとかね、年間何万匹生産して販売してますみたいな景気がいいニュースが流れますけど、まああんなのはメディア操作されてるっていう話で、はい、いろんなものがねそういうふうに今儲かってますみたいなね、今儲かってますってね、こう世間で取り上げられた時にはそうではないといった話なんですけど、今日はですね、まあ水生生物、まあ水物ですね、水物の商売についてですね、ちょっとね僕の知ってる、はい、知識だけですけど、以前にもね上げたような動画なんですけど、最近の状況なんかもねちょっと、はい、交えてですねお話ししていこうかなと思ってます。はい、まあメダカ儲かるんですかって話ですね。まあどこを目指してるんですかっていう話ですね。メダカで1億円稼ぎたいとか言うんだったら、んなもんやめとけ、他の仕事しろって話なんですけど、はい、メダカでそうですね、今月のお小遣いを増やしたいとかいうぐらいの方はね、1万円2万円増やしたいという方はねやっていいんじゃないでしょうか。はい、いいと思いますよ、やっていいと思います。ただそうですね、1万円2万円増やすんだったら、そんなことするぐらいだったらもうコンビニかなんか行ってねバイトした方がいいよって話で、はい、まああまり売るのはそういう意味ではおすすめしないっていう感じですかね。趣味性が失われるっていう話なんでね、はい、でもね増えすぎちゃったからどうしようにもないよねってなるじゃないですか。まあそれで売るのはね個人の自由なんでいいんじゃないでしょうか。はい、個人の自由なんでいいんじゃないでしょうかっていう状態なんで、やっぱり供給が多くなりすぎちゃってね売れないよねっていう話ですね。はい、メダカ屋さんとかメダカのイベントが増えまくってますね。はい、メダカ屋さんとかメダカのイベントが増えまくってるということは、全体的に単価が下がってきますよっていう話です。はい、まあ、この中でどうにかメダカ屋さんとしてブリーダーとして生き残っていこうと皆さん一生懸命頑張られてるといったところですね。はい、で一番この中で儲けるためにはどうするかっていうことは、要はたくさん生産して、たくさん卸した方が一番儲けるわけですよ。まあ、たくさん生産してたくさん卸すためには、はい、どうやったら買い取ってもらえるかと、卸にね買い取ってもらえるかっていうと、やっぱり生産量がすごく多い、あとは名前が、はい、有名ってことですね。もう評価が高いところ、まあこうなるしかないですよね。ヤフオクなんかでもですね、メダカヤフオクで主に販売されているある方とかいますけど、まあその中でもこのメダカさん屋さんはいいとか悪いとかあるじゃないですか。はい、なんでね、なかなかね大きく儲けてやろうっていうのはねすごく難しいと思います。そもそもの話でいくと、この水物商売って儲けないわけですよ。水物商売って儲けないんですよ。はい、水物商売って儲けないのに、なんでみんなやってんのって話ですよね。まあ、好きだからやってるんでしょうね。何か他の仕事するよりはこっちの方が好きだと、生き物相手のこっちの方がねいいと思って多分やってあると思います。生き物が好きだからやってるっていうことだと思うんですけど、はい、水物商売って儲けないんですよ。儲けてるんだったら近所にあったアクアショップがなくなることはないじゃないですか。はい、ね、近所のアクアショップすごく減りましたよね。前までねもう町に1個ぐらいの勢いであったんですけど、今町に1個ないですよね。地域に1個あんのかな、どうなのかなぐらいですよ。もうね、独立したそのアクアショップみたいなのがなくなって、ホームセンターの中だけに入ってるますみたいな感じですよね。はい、だいぶ減りましたよね。先ほども言いましたけど、水物って儲けない、なんで儲けないんでしょうか。なんで儲けないと思います、儲けない理由。はい、1匹の単価がそんなに高くない、
そうですね、それもあるんですけど、一番の理由はロストが多いからです。はい、要は死んじゃうってことですね。死んでしまうものが、だから商品にならないものがすごく多いです。はい、まあ、食べ物なんかはそうですね、生きた魚をね、売られて、もし死んじゃったり、まあ殺しを入れたりしたら、それはそれで売り物になるのかもしれないんですけど、このね、生きてる観賞魚に関しては死んじゃったらもうお金にならないんで、ロスするものがものすごく多いんで、ロスト多いんで、結局ですね、すごくまあ買ってきた時原価はすごく安くて、儲けの率をたくさんしとかないと割に合わないということで、何倍かって多分ね、今、いろいろな聞いた話と合わせると、まあ卸屋さんに出された時のお魚の値段からしたら、ホームセンターとかね、ペットショップに行った時は5倍以上の値段になってると思います。はい、下手したら10倍とかなってたりします。だから50円のメダカが5倍だったら250円、10倍だったら500円みたいな感じですよ。はい、でもだんだんとね、魚の原価が下がってきてるんで、誰が困るんですかっていう話は、まあ養魚場さんとかが困りますよね。はい、ただですね、メダカさん、昨日の動画でも、はい、私言いましたけど、ホームセンターとかペットショップで売ってあるメダカさんってあんまり良くないでしょ。あんまり良くないんですよね。まあ理由は昨日の動画でも言いましたけど、昨日のね動画を見ていただければ、はい、ここに URL がありますんで、これで、まあ、こういう風にね、動画のね、こうなんて言うんですか、スムーズにね、こう自分の動画を見てもらうために宣伝した方がいいんですけどね、別に見なくていいですもん今日言ってるんで、はい、まあ死にやすいわけですよ。紫外線が当たらないから死んじゃうっていうのと、あと飼い方がんっていうような、期間限定で置いてるような飼い方をしてるので死んじゃったりしますっていうことでね、はい、ロストが多いんで、250円って書いてあるメダカさんは実は50円とか50円以下ぐらいの仕入れ値なんだよと。死ななかったら丸儲けだと思うんすけどね。死ぬんすよね、死ぬんすよ。はい、ただメダカはメダカ専門店っていうところがありますね。はい、メダカ専門店さんって、まあ、仕入れもあるかもしれないんだけど、だいたい自分のところで、作って売ってあるといった感じで、はい、メダカさんがね、どうしてもね、紫外線当たらないと死んじゃうとか、環境の変化があまりにもありすぎると死んじゃうっていう、この状況がですね、メダカ屋さんが生き残れてる、はい、原因っていうかね、生き残れてる理由だと思います。メダカがね、グッピーとか熱帯魚みたいに室内でバンバン買える状況だったら、こんな多分メダカ屋さんって増えないんじゃないのかなと思います。はい、メダカ屋さんがね、生き残ってる理由はこう、まあメダカがメダカだからですよ。はい、かなと思います。本当にね、今ね、こう卸で行くとメダカの単価がすごく減ってるんで厳しくなってるって聞きました。はい、卸の値がねバンバン下がってて、誰でも出せるような卸売りのところなんかはね、結構な安い値段でも落ちなかったりするらしくて、買い手がつかなかったりするそうです。はい、まあその卸されてるメダカってね、そういうとこどこに行くのかっていうと、まあホームセンターとかペットショップに行くんでしょうけど、そういうメダカはね結構もう落ちてない、はい、売れてないらしいんですけど、メダカ屋さんね、だんだんちょっと減ってはきてるのかもしれないですけど、まあヤフオクなんかのねメダカの値段見ても落ちてるんですけど、メダカ屋さんなんとか生き残れてやってるでしょ。だからこうメダカはね、そこそこはね売れてるんですよね。はい、メダカ屋さんだからこそ生き残れてるんだろうなという話で、ちょっとね卸
まあ、卸っていうか、まあ、養魚場さんの方に聞いてっていうかね、別の話で餌の話でねちょっと話をしてたら、どうですか最近って言ったら、いやもうメダカの値段がねすっごい落ちててね、メダカ厳しいねっては言われてました。値段がつかないよって言ってました。ミックスメダカの値段がつかないとか言われてましたね。はい、だからいろんな品種を混ぜこぜしたやつは値段がつかないと。だから姫だかとかみゆきとか陽気比みたいなメダカさんは値段がまあまだつくんだけど、他のねなんか品種から出た仙貝なんかつかないねみたいに言われてましたね。はい、あとねホームセンターとかあのペットショップにだけしかいないメダカとかいるんですよね。基本卸で買ってきたメダカを販売されてるところってですね、卸に出してるようなところってめちゃくちゃね大きい養魚場さんとかなんで、ある程度ぶどまりがいい魚をね出すことが多いので、まあこの親からこの子が生まれてきますみたいなやつを出されてることが多いんですよ。そうっすね、この前ですよ、この前って言ってももう一月半ぐらい前なんですけど、ホームセンターに小川ブラック売ってありましたね。小川ブラックとか今メダカ屋さんで見ます？ひょっとしたらね、まああのコメントしてね、いつもコメントされてある方が知ってあるねメダカ屋さんにはいるところもいるかもしれないですけど、多分ほとんど小川ブラックなんか売ってあるとこないと思うんですよ。小川ブラックより黒いメダカが今多いんで、そっちをメダカ屋さんで見ると思うんですけど、小川ブラックどうしても欲しいっていう方はですね、ホームセンターを探すとひょっとしたら見つかるかもしれないですね。小川ブラック、あとはそうですね、魔王とかね、魔王ももうあんまりいないかもしれないですけど、はい、ホームセンター探すと言います。はい、なんでかっていうと養魚場さんが大量に作れてるからですね。ある程度ぶどまりがいい品種を作るんで、はい、そういう品種はね、ホームセンターペットショップに流れますねといった話でした。はい、結局メダカ儲けるのかって話ですね。もう名前がある人は儲けるのかもしれないですね、あと生産量がある人は。はい、まあ、でも多分みんな儲けてるって言ってもなんか他の仕事をするよりは儲けてないと思いますけどね。水物商売って本当にロストが多いんで、まあ厳しいと思いますね。みんなでもまあ水に触れてるのが好きだからやってんじゃないのかなと思います。一時的にはねボーンと儲ける時があるんですけどね、まあブームが長続きしないといった感じだと思います。はい、本当にね熱帯魚屋さんアクアショップだいぶ減ってきてるんで、まあ本当にこう趣味としては社用の、業界だと思います、アクアリウム自体が。ただなくなることはないですよね、なくなることはないんだけど、ここで一発当てよう、ここで一発当てようと思うんだったら、もうなんかねニーサとかねそんなのでねこう長期的にやった方がいいんじゃないのかなと思いますね。はい、なんかないっすかね、水物でね大きくねボーンって儲けるような、なんか知ってたら教えていただければなんかねうなぎなんかすごい高いじゃないですか。この前ね土曜日の牛の日だったんでうなぎ買ってきたんですけどね、うなぎ高いっすね。もう国産と中国産ありましたけど、中国産買ったことなかったんですけど今まで。はい、中国産買いましたよ。でかいっすね、中国のうなぎすごいでかいっす。はい、でね買ってきてね、何ですかお酒を振りかけてそのまま魚焼き器で焼いたんですけど、 YouTube 見てね、ケンタ食堂ってあるでしょ、あの整えるっていう方ですよ、ケンタ食堂で言ってましたね。お酒の中に入れてお酒で洗ってで炭で焼いたらうなぎが生き返るって言ってましたね。おすげえ生き返んのかと思いましたけど、気になる方はケンタ食堂でね調べていただければ。はい、うなぎを完全養殖でねバンバン作れたら儲けるのかもしれないですね。完全養殖自体はもうなんかできてるみたいなんですけど、バンバンね大きくするっていうのはなかなか難しそうですけどね。はい、
今日は水物商売って難しいよという売りたい方はね売ってみてもいいかなと思うんですけど、 YouTube 探したらねメダカ売るのはこんなだよっていう動画がいっぱい出てくると思います。はい、そうですね、一番役に立つっていうか一番現実的なところを話されてるのはひよこメダカさんの、はい、動画見てください。前も言ったかもしれないですけど、ひよこメダカさんが言ってるのがこうお小遣い稼ぎをしようという方はですね一番こういい動画だと思いますよ。はい、水物商売厳しいけどどうしてもね足をこう踏み入れたくなるんでしょうね。基本生き物の商売って全部そうなんですけどロストするので意外とね原価は安いんだけど店頭に出るときは高いみたいな感じですね。はあ、またそのうちですねこういうちょっと業界の話みたいなのをですね業界をかじったことがある、はい、私がお話ししていこうかなと思ってます。それではメダカッキーでした。バイバーイ。うわ、なんかえらく長く喋ってましたね。なんかあんま身がない話でもなんかこんな長くなっちゃいますね。